はいどうもデロリンです。はいどうもミヤです。というわけでデイズゴーンの、はい、何回目か忘れました。何回目ですか。ありません。はい。お、ちょっと痛い、ぶつかった。始めたいと思います。はい、今回多分一応メインストーリーの、これ何だっけな、わかんないわかんない、なんかやろうと思います。はい、はい、人を助けるの、知らんアイテム回収するの、このこの何だっけな、ほんと覚えてねえよ何してたっけ俺。あ、サラの教会に行きたいのになった。多分これサラの結婚した時じゃない。この人が結婚したの、もともと結婚してたんですよ。おう、ででこのアポカリプスの要素、世界が崩壊した時に、うん、奥さんが死んでしまったと、うんね、うん、その奥さんも死んで、もう僕なんかもひねくれとったんですけど、うん、まあ、死んでまったらしょうがないということで、はい、諦めたんですけど、はい、まあ、あの彼の思い出に決別をつけようと、はい、来たんですけど、なんか変な人たちがおるから腹立つからみんな殺しにしようとしてるのが今長い。その程度か。今までライブ配信だったからね。実は私これはこのゲーム全然見てないんですよ。そうだ。そう、だからどういうゲームなのか、もう何をしてんのかさっぱりわかんないんですよ。そうだね。はい。これは何？人間なの？これ人間ですね。あの人間なんですけど、顔が気に入らないから殺してしまうっていうのが今ですね。敵？冗談だけど、なぜそんな。殺された。え？ただの殺し合い？え？ゾンビじゃない。ゾンビじゃない。なんかこの世の中になんか野党とかいうね、悪い人たちがいるので、はい、その悪い人たちが教会にいたから殺そうっていう名目のただの人殺しです奥さんのサラさん、うん、思い出そうとしようと目を閉じて、はーって、はー、人を殺した直後に、では、そうそう、誓いの言葉の準備はいいですか。ごっついタトゥー、本当だ。それでは、新郎から始めましょうか。ヒゲがないだけで見えるでしょ。私から行かせて。え？ディーコンのヒゲがない。ヒゲあったっけ？あった。あ、そう。誰も来てくれなくてごめんね。見てよ。みんなを怒らせちゃったみたいね。私たち。いやまあみんなじゃない。あなたは私にとってかけがえのない人よ。一緒なら他には何もいらない。本当よ。本当よ。この指輪は私の愛の証。あなたが大切なの。この気持ちに始まりもなければ終わりもない。うん？復唱してよ。復唱したらうざいだけじゃん。愛してるわ。愛してるわ。心を込めて。心を込めて。込めて。込めて。くそ、まだいたかい。まだおるの。ちょっとヤバそうな人がいるんで、ちょっと。プロジェクトレイネージャーに。あ、見つけたぞ。出て行け。ここは俺の教会だ。俺の教会だ。普通に誰が言ったの今。え、デイコン。デイコン勇気つけるんですよ。お前見えてるぞ。見えてるぞ。何人敵おるの。無限デイコンの敵が多いのさ。どこに
で、デーコンさんが今ね、歯のついたバット持ってるんで、それでキリコの人が死ねやって、めっちゃ強いじゃん。めっちゃ強いでしょ。あ、この指輪に誓う、約束するよ、一生大事にする。俺たちはずっと一緒だ。あ、では誓いの基礎。ボクシさんちょっと引いてるじゃん。ちょっと待って。何言ってんだこいつの方は返しておくわ。ただしバイクと同じくらい私のことも大切にしてね。それでは あなたたちはもう夫婦です。夫婦です。じゃあ私はこれで。なんであんなやる気ないの、ブザー。おい、空気読めよ、ボクシーさん。わかんない、脅されてやらされたんじゃない。だってディーコンは所詮はチンピラだもん。チンピラなの。チンピラだよ。大丈夫だよ、約束する。もうこれっきりだ。燃やすの。これゾンビ集まってきちゃうんじゃない。リアルもいいし、崩壊後の世界だなって感じ。そう、ヒゲがあるだけで。ヒゲ剃れねえんだよ。ヒゲ剃るよね。前ディーコンなんかナイフで切ってたから。切れるじゃん。終わって邪魔だって。スクリーマーだ。くそ。スクリーマーってブーザーいるか。ああ、ディーク、どうした。サラと俺が結婚した教会を覚えてるか。どこにスクリーム。そこクズどもが荒らしてやがったんだよ。クズども。俺もそいつらやりたかったぜ。サラの教会を荒らしやがってクズが。クズか。ああ、とにかくそれだけだ。じゃあな。でも燃えちゃったじゃん。ん？ん？これ次何するの？今のは。ガビーは無事に帰れたか。はい、もう終わってしまいました。あ、帰ってきた。何のミッションが終わったか見てなかった。こんだけいっぱいある。めっちゃあるね。そうなんですよ。というわけで、なんだっけ、これろうそくを灯してをやります。はいはい。すごい唐突に始まったね。あ、ちょちょ、あ、だってもう一つまとめるもん、これ。あ、全部揃ってる。これ何しに行くの。これはね、リッキーと。ミッキー？ミッキーじゃなくてリッキー。リッキー。リッキーマーティンと、はい、お湯を復活させるために電気を、発電所を直しに行くミッションです。でしょ、ほら希望のろうそくになるんだって。へー、運転が荒い。ついつい安全運転で行きましょう。はい。キャー、いきなり曲がったね。ちょ、ついたんかい。ついたんか。何やる、そう、お前って。ん、何やってんの。草抜いてんの。草抜いてんだよ。あ、ゾンビか。人間だと思った。うん、なんか人間が草抜いてんのかなと思った。なんかこうやってシュポーってやってなかった。ピクミン抜くみたいな。ピクミン、ピクミン、ピクミン。やばい、スクラップがない。俺死んじゃう、スクラップがないと。武器が壊れちゃう。壊れ、いやこの辺にあるの。
大体ね車の中にあるからね、車のこのボンネット開けれたら大体ある。でもなかったね。なかったね、辛いわ。これ開けれるかな。リッキーがなんか遊んどるからその間にちょっと私はガチャ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 他ごとをさせていただこう。あ、ありそう。ある？スクラップは大歓迎だ。というわけでバッドアックスが 84% に治りました。よかったです。めっちゃ上におるじゃん。まあな。飛んできそうで怖いよね。ピョン。あれ。いった。降りてきとる。子供？そう、ニートだ。ニュートって何？ニート。あ、飛んどる。いた。超面白かったじゃん。やだ、ニートたちがいっぱいだよ。行って、回復しとった、食らった。めっちゃおるじゃん。どんだけおるの？ニートだからな。玉込めとくか。まだおるの？囲まれてる？7つもニュートの耳を手に入れた。いやー苦労しました。あんまりさ使っちゃうとさあれがなくなっちゃうのよね。何？スクラップ。スクラップ？イエス。てかもうないじゃん。ないのよ。で今何パーセント？もう 50% になっちゃったじゃんね。これ壊れちゃったら俺近接攻撃が弱くなっちゃうからやだ。どっこい。また別の場所に行くの？みたいだよ。うん、どうして？違った。おい。ついていくのが大変だね。抜いちゃうから余計だね。うん。そっか。危ない、しんどかった今。恐ろしい。
ちなみにドリフターって、まあ、単車で移動してるやつらのことね。ああ、ディーコンじゃないのと思って。あ、ディーコンのことね、うん、名前で言わないんだね。意外と海外そういう表現多いみたい。うん。気がついたら手が血だらけ。その血でさっき肩抱いちゃったからね。血だらけの手で。ごめんね。めっちゃ奥さんについて聞いてくるじゃん。ディーコンのことが好きなんじゃない。ディーコンまた奥さんを引きずってるのかいって。どう見ても引きずっとるけど。もういないんだって言われたのにまだ聞くっていうね。なんでいなくなったの。死んだんだよ。アディが殺されてるのかい。そうそう。あっという間に終わったね。タトゥー多すぎだろ。めっちゃ聞いてくるじゃん。めっちゃ聞いてくるじゃん。触りたいんだよ。え、アディと付き合ってるの。そうだよ。でもまだ聞くんだよ。アディはね、女性だよ。どういうこと。アディは女性だよ。何？どういうこと？ろうそくを灯してみなよ。新しい女を作りなよ。ってことなの？じゃない？さすがに先に進めってことでしょ？お前にとってのろうそくはあるだろうと。お前は明かりを失ったかもしれないが。な？何か。な？お前にとってのろうそくがあるはずだ。と。言っていたのさ。
バディに合うよ。心の癒し。これアディ。なんか切れたね今。ノップ。って誰？ブザはハゲ。あのおやさんみたいなやつ。君のファザーみたいなやつ。へえ。終わった。心の癒しが終わった。あれ、もしかしてこれもうミッションが今ない？ない、ないなんてことあるの？あれもうちょっとあるのかな。行く場所が見当たらないんでも。何がしたかった。もっと信頼してくれてもよくない？信頼レベル上げてくれてもそう思うんだったら。また来たよね。エンジン、あ、あるか。エンジンじゃねえや。頭がおかしいんだ。多分出たらね、なんか話が進むんだよね、こういうのってね。そうなの？ほら。本当だ。おっとしな。歩けるんでよかった。こっちの何か起きている。何が起きてるんだ？ん？キャー、事故る。怖っ。スクラップゲット。よし。これ敵、敵の場所なの？いや、味方の場所だよ。でも なぜか下がったから撃ち殺しなきゃ。気のせい、なんかなかったか。ああ。リッキー・アルバレスのとこ行けばいいのか。ロストライクへ。リコーン。サブミッションじゃねえかよ、また。よいしょ。もうとりあえず今回これで終わりにしよっかよ、一つ。はい。よう、リコーン。はい、どうしよう。サクッとどっかで適当に切りたいんだけど、どこで切ろうかな。この辺切ればいいか。はい、そい、はい、はい、というわけで、ある程度はやったので、ある程度は今回は以上ということで。はいはい、あの今のところまたサブミッションしかないんで、サブミッションが終わってメインストーリーの方に戻れたら、またそこで再開をはい、するという形になります。はい、はい、というわけで今回はお疲れ様です。またねー。